ブルーフィールド内視現象。手の間を白い点が動き回っている。ブルーフィールド内視現象とは、小さな明るい光点が視野の中を急速に動き回る現象のこと。特に青空のような明るい青い光を見た時に見える。初めてこの現象を臨床的に記述したドイツ人の眼界、リチャード・シェーラーより、シェーラー現象とも呼ばれる。網膜の前にある毛細血管。 黒い影は、ブルーフィールド内死現症の原因となる、動く、点の正体は、目の網膜の前にある、毛細血管の中を走る、白血球である。青い光は、毛細血管内の赤血球によく吸収される。そのため赤血球は黒い影として見えるはずだが、脳や目はこの黒い影を編集により除去している。白血球は赤血球よりずっと数が少なくかつ青い。 光を吸収しない。そのため白血球が毛細血管を通過した際は相対的に明るい光点として認識される。ブルーフィールド内視現象は目の中心ではほとんど見られない。これは目の中心に毛細血管がないことによる。ブルーフィールド内視現象の観察はよく、晴れた日の青空を利用すると簡単に行える。青空を見ながら 焦点を目の先20センチメートル程度のところに合わせてしばらく、置くと素早く、ジグザグに動く、多数の交点が見えてくる。青空を見ると非蚊症もよく見えるが、非蚊症は糸くずのようなものが漂うように見える。眼内にあるものが見えているので眼鏡やコンタクトレンズをつけていても観察することができる。ブルーフィールド眼内検査として知られる検査は、毛細血管内の血流量の測定に、 利用されている。患者は青い光とコンピューターが作り出す動く点を見せられる。動く点の速度と密度を変えることにより患者の目の毛細血管の血流量を測定する。この試験は網膜症を引き起こす糖尿病などの疾患で重要である。非分症のイメージ画像ブルーフィールド内視源症と非分症は混同しやすい。ブルーフィールド内視源症では 多くのくっきりとした明るい点が急速に動くのが見える。非文章では点に見えることもあるが、セロハンや糸の断片のように見えることもある。また非文章はゆっくりと漂い、何かに沿って動くことはない。他の鑑別が必要な現象としては目線がある。ありがとうございます。